はい、こんにちは。日本改革党靴田良治でございます。やすし様、無意自然様、やむなし様、リュート様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日は東京都最南端の町田市で選挙活動してまいりました。アナウンスしながらですね、下の道を行って帰ってくるだけで7時間かかっちゃいました。なんだか道混んでてね、ドロドロゆるゆる来るとアナウンスをですね、沿道のマンションとかに聞いてもらえて、部屋の中でもいても聞こえるっちから、効果あって、文句言う筋合いないんですけれども、町田遠いなーっていうのが感想であります。町田駅前でお声掛けくださった方々、誠にありがとうございました。お一人はですね、女性なんですけど、NHK デモに3回も参加してくださったというコアな方でびっくりしました。偶然居合わせて誠にラッキーでございました。町田に行った、遠いのに町田に行った甲斐があります。町田って言ってもですね、40万人、人口いますから、ないがしろにはできないなぁと思いまして、町田、八王子、蒲田とかに行ったんで、あとどこかな、一番端っこ、上の方の端っこって赤羽とか行かないといけないですね。夜19時30分頃、歌舞伎町に停車してアナウンス流しておりました。外国人生活保護廃止、9条廃止、核武装なんていうですね、ドスの効いたアナウンスなんですけれども、中年女性2人組に中指立てられて応援されました。応援ありがとうございます。中指いた、2人組のうちの1人のね、中年女性が応援してくれたんですけどね。外国人生活保護廃止なんてとこにピンときたのかな、思いますけれども、顔が有権者の顔じゃなかったんでノーダメージです。気にしねえべえなんて有権者じゃねえからあいつなんつってね、よその国でね生きてんだから肩身狭くして遠慮しじ暮らせよってね。そうすればまだ気にならねえものをね、そういうことやっから嫌われんだよお前らは、お前らの人種はなんて思いつつ、どっちもですね、中年女性2人組土曜の夜の歌舞伎町をすっぴんで歩っててさ、今からご出勤なのかな、あとかですね、それとも帰り道なのかな、どうせ化粧すると化粧落ちちゃうようなお仕事ってあるじゃないですか、それかな、思ってしまいました。有権者じゃねえからあの人らが生きようと死のうと困ろうとどうでもいいんですけど、親戚でもねえしね、日本人同士と違って親戚でもねえしね、あの人らがどうなろうとましてや生活を保護してやる義務なんかねえんだわ俺らには、親戚でもなんでもねえのね。あとね、入管法に生活基盤のない外国人は入ってきちゃダメよってちゃんと法律で定められてんのにおかしいよな。生活基盤がなくなったら、つまり生活できないようになったら帰国させんのが筋だよな。全然そういう法律あるにも守られてないのはおかしいと私は思います。明日ですね、17時から、午後5時から大塚駅南口で凱旋します。よかったら見物にいらしてください。よろしくお願いいたします。カッパ園長さん、YouTuber カッパ園長さんに新大久保でやった外国人生活保護反対演説を取り上げていただきました。こちらが URL ですね。事実上唯一の日本人のための
立候補者なんてタイトル載ってましたけども、褒めすぎです。まあまあ、口には出さないけれども、日本人、自民党の候補者の中にも、日本人のため、立候補している方も何人かいらっしゃいます。口には出しませんけど、あまりね、私みたいな、外国人生活保護反対って言えないのね、あの人らね。結局自民党がそれやってるから、まあ、党に逆らうと、除名だ、除籍だってなりますからね。まあまあ、いますよ。口に出さないだけでね。カラフトで石油やガスを掘削する事業、サハリン2を事実上ロシアが接収だって、召し上げだって、参加してた三井物産や三菱商事、出資がパーになって涙目。これ今も昔も戦争行為ですからね。戦争行為。他国のですね、所有権や財産権を蹂躙するつうことはね、まあ例えばですね、いきなり日本政府がですね、アザブの韓国大使館を召し上げるとか接収する、お前ら出てきてやりますと、まあまあの戦争行為になるっていうことなんですけど、真珠湾攻撃は1941年12月10、8日ですが、同年8月に国と企業と個人の在米資産をアメリカ政府に凍結されております。なので、先に手出したのは米国であります。真珠湾攻撃は騙し討ちでも何でもありません。先に手出してきたのはアメリカであります。8月、4ヶ月前にね、真珠湾攻撃の、それ、当時も今も戦争行為ですから。今回ロシアがやったサハリン2の接収も戦争行為ですから、このニュースちょっと軽く見るのは危険ですよ。ロシアは日本に対して戦争行為仕掛けてきたんだから厳しく対策しないと飽きまへんよ。これはウクライナ戦線の膠着を北海道で挽回する気なのかな、そういう非合理を実行しないとも限らないんですね、実は。西部戦線の膠着で独ソ不可侵条約を一方的に破っていきなりソ連侵略を開始したナチスと、大体ですね、合理的な考えができる国ならウクライナに攻め込んでねえべ。これ偽情報を信じたとかそういう向きもありますけれども、もうねロシアは合理的な判断なんかできてない。どんな非合理、嘘だっぺっていうようなことをやる。今回のサハリン2の、接収だって嘘だって、非合理的な話ですもんね。一方でですね、G7 の経済制裁に参加しながらよ、日本政府がカラクトの商売はそのまま続けてた、いけると思ってるんだが先送りして撤収をね、日本政府とは三井三菱の甘さよ。これね、しょうがねえわね。こんな目にあってもさ、投資はまあ自己責任でね、この商売で今までリターンあったんだろうから儲けてきたんだろうから、日本国民に助け求めんなよ三井と三菱は。勝手にやれよ。カントリーリスクというものを考慮に入れずに投資に失敗したんだから自己責任でというようなことでね、まあまあ戦争行為です。戦争行為、ロシアはとうとう日本に戦争行為を仕掛けてまいりました。まあ仕返しにですね、同等のダメージで反撃しないとなめられっから、同等のダメージっつうと、まあ麻布のロシア大使館の土地没収しても間に合わねえだろうな。何兆円単位らしいんでね、その事業ね。まあ、土地特化したぐらいじゃ間に合わねえよな。あ、そうだ。ロシア資産、日本政府が凍結してるやつあんじゃん。3.8 兆円だっけかな。あれで補填してもらいましょうか。今は凍結だけみたいですけど、没収してですね、まあ、あれで損害補填。
まあこういうことでいいんじゃないかなんて思っております。というわけで明日大塚で午後5時から凱旋やります。それまでは流し凱旋やっております。よかったら見にいらしてください。デトックスジャパン。